ナインスタジオンです。この試合の観衆は2万7000人という発表がありました。スウェーデン対ウルグアイ、後半の45分が始まっています。左エンドがスウェーデン、そして右エンドがウルグアイという後半です。さあチャンスになる、エドストレーム、いきなり後半立ち上がり、エドストレーム先制ゴール。今大会初めてスウェーデンがゴールを挙げました。もうこれが彼らしいシュートですよね。今のボレーですよ ね、 ね、マークが誰もいませんでした、どうでしょう、このゴールシーン。いきなり決まりましたね。そうですね。ここまでの2試合ゴールがありませんでしたスウェーデン。ようやくエドストレーム